いどうもこみです。さて本日はですね、こちらホワイト企業さんというところにねお邪魔しております。これですね、私の昔のクランメンバーだった方がこちらにこう移られて、で、そこでですね、馴染みのある方をこう呼んで合同戦を開いてくれたと、いう経緯で私もそこに参加させていただきました。で、その中でですね40人同士の対戦だったかな、いろんなアタックが飛び出たんですけども、やっぱりですね今の環境って大きく2つないしは3つぐらいのアタック にその攻め方が集約されるのかなっていうのを改めて感じました。そこでですね、本日はその3つのアタックっていうのを、私もよく使ってるので自分自身がその優先順位の順番にご説明させていただこうかなと思いまして動画を撮っているというところになります。でですね、早速、見ていきたいと思います。本日ですね、3つと言いながら、実は合計4本のアタックを見てもらいたいというふうに思っているんですけども、その中でですね、私が一番よく、信用しているというか、個人的にですけどね、使う戦術っていうのはこれですね。クイヒディガーです。で、これディガーを全部今回ペコさん使ってらっしゃるけども、これを一部ですねホグに変えるっていう手もありですね。全然ありだと思います。ディガホグってよく言いますけども、私どっちかっていうと、ディガホグの方をよく使います。その理由は、ちょっとですね、また別の動画で、1個前の動画かな、話してますんで、そちらご覧いただければと思うんですけども、重要なポイントっていうのは、ディガーを出す前のこのクイヒーパート、このパートで、しっかりですね、ここがこう削れていくっていうことですね。で、マイナー、ディガーのことですね。ディガーのルートがこう出来上がる。これが非常に重要なポイントです。で、こっちに関しては、強化兵舎をぶつけていくことによって削ると、いうことですね。このディガーを使う場合にはですね、強化兵舎の組み合わせもすごく、いいので、ぜひぜひですね、このセットで使ってもらえると、より安定感が増すかなというところですね。で、今回、ペコさんのアタックっていうのは、こういう風なルートを作っていて、これで俺が残っちゃってんですね。クラン城、要するに援軍と、あとはギガインフェルノが。なので、それをですね、今回ディガで処理できるということで、このルートを選んでいるんですけども、もしも処理できないようなドラゴンとかが入ってきちゃっている場合っていうのは、クイヒーパートで逆に、この援軍を処理してから、攻めた方がいいと思います。じゃないとですね、ちょっとね、ディガーがドラゴンに全部こう焼かれきっちゃうとかいうことになりますので、見方を変えて、こういう風な、絵を描く。ここを、クイヒ、クイーンチャージ、アーチャークイーンですね、で削って、こっちからマイナー、ディガーを入れていくというような格好っていうのも、この村を、攻める場合にはありかなというふうに思います。そこはですね、自分でどちらも選べます。今回のように、防衛援軍と、ギガインフェルノを相手にしても、かなりの量のね、ディガがこう生き残るような、形が作れますのでね、今の環境って本当に相手のヒーローとか、あとはスケルトントラップにさえ よく注意すれば、ディガがめちゃくちゃなんか強くなっていますね。それは多分投下兵舎が出てきたおかげだと思うんですけども、そのおかげでディガーの、破壊力本当に増してますので、いろんな場面でね、ディガーを使っていけるという意味で、これは私優先順位1番でよく使いますし、ぜひね、まだ使ってない方っていうのは、覚えておいて、損はないアタックなのかなというふうに思います。とてもですね、利便性が高くて、強いアタックになります。クイーンもしっかりこれ、能力残してましたからね、今。余裕がやっぱりあるっていうところですね。それでいて、こんだけのディガーが最後残るという、非常に、使いやすさの、際立つ戦術ですね。はい、ではですね、こんな形でディガーのルート、ないしはディガーホグを使う場合の、ディガーホグライダーのルートが、しっかり作れる場合っていうのは、こういうアタック非常に、有用なんですけども、ちょっとね、それをするためにはやっぱりクイヒーパートが、仕事をしなければいけない。で、逆にこういう村ですね、クロスボウが全部対地、こういう村はですね、非常にこれもクイヒやりにくいですよね。どこからクイヒやっても攻めにくいっていう時には、ドラゴンが非常に有効です。このドラゴンですね、おっとっと、すいません、ドラゴンが非常に有効ですね。こういう配置にはもう相手の対空の、クロスボウがないという点を思いっきり突いて、赤根式というですね、この突撃艦の中に
クローンとレイジを、突撃艦 の中に、ライトニングドラゴンとあとはバルーン、あとはバルーンを積んでおいて、ここで一気に、ね、こう破裂させて、クローンの呪文とレイジの呪文を使って破裂させた上に火力を上げてガツンとね一気にこの範囲を削っていく、これを俗に赤錦式と呼んでますけども、こういうアタックからドラゴンを展開するっていうのは安定感抜群です。で、ですね、今回のこのあなたさんのアタックでいくと、ざっくり言ってもこんなような、L 字を作っているんですけども、この部分に関しては、ここはねヒーローで壊していくんですね。ヒーローで壊していきます。で、やっぱねこのロイヤルチャンピオンがいることによってこいつがこの壁の中、この壁の中を壊してくれるんですね。だからドラゴンたちのルートがもう完全にこの中心部に向かうこういうルートに限定されるっていう点からすると、やっぱですね今の環境ってドラゴンが非常に使いやすくなったと言えるんじゃないかなって、まあいうふうに思います。あの特にロイヤルチャンピオンの特殊能力って盾をバーンとこう投げてですね、防衛施設をガンガンガンと4つ一気にダメージ与えてひしょっていくという、まあ、能力があるので、まあ、それをこう壁の中とかでうまくね、炸裂させるとドラゴンが壁の外にこうばらけることなくですね、まあ、しっかりこの辺りに向かってまっすぐねこうドラゴンが向かっていってくれるっていうね絵が描けます。これがやっぱ強いですね。役割分担がうまくできるような、ユニット構成になったっていうのが今のタウンホール13で、まあ、結果的にこうクロスボウなんかはねずっとこれバーバリアンキングとかヒーローを打ち続けているんですけども、まあ、多少ねダメージ受けても外周をキングが歩ってる分には、まあ、そんな簡単にやられませんし、まあ、気にするところではないかなと思いますね。まあ、こういうところに逆に、クイヒなんかを当てていってしまうと、大量のコストを使うんでね、クイヒって。なので、ヒーラーたちとかが無駄になってしまう。まあ、クイーンが序盤でやられちゃうという結果になるんですけども、それをするよりは今のようにドラゴンをガーンとね、出していく。まあ、こういう戦術の、プランニングっていうのはありかなと思います。まあ、これが二つ目ですね。私、ディガーホグだったり、ディガーが使えなかった場合は、まあ、割とこのドラゴン戦術というのを使っていきます。で、それでもですね、村がちょっと見つからないっていう場合、まあ、攻め方が見つからないというか、いう場合には、まあ、これですね、イエティを使います。このイエティ。おっと、ごめんなさい。まあ、イエティ戦術なんですけども、実はですね、まあ、ちょっとこれ小技が挟まれていて、先それ見ていきましょうか。これね、パンレイさんが攻めてくれたアタックなんですが、ここエアスイーパー効いてるんで、ライドラは使えないんですけど、突撃艦からのイエティですね、こいつにレイジをかけることによって、この壁の中のですね、施設、まあ、特にイーグル砲ですね、これをミニイエティたちがガン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 こう壊していってくれると、いうね、使い方です。で、これでもイーグル砲を序盤に無効化しちゃってからゆっくり攻めましょうと。で、この同じ方法っていうのはですね、今回、探偵さんここに当てていきましたけども、じゃなくって、ここに当てていく方法もありますね。ギガインフェルノに突撃艦を、このが分かりやすいかな。こうですね、当てていくっていう方法もあります。まあ、こうやって、ギガインフェルノも序盤に折っていくという手もありますけども、まあ、今回は、探偵さん、星も2は取れてる村を、攻めていっているので、まあ、こういう風な形を取ったのかなっていう風に思います。でですね、今回、シングルインフェルノがこう効いてるので、ここもクイーンをこう歩かせていくのはまあ困難ですよね。で、同じようにこっちもクイーンが歩くにはやっぱ困難なわけですよ。ここですね、シングルインフェにやられちゃうんで、そうするとまあクイヒも使いにくいし、でこっちはっていうと火力が非常に高い、ダメージが大きいんですね。なのでクイーンがクイヒーパートで思いっきりこう削りを入れることがしにくいということ、まあ、さらには、突撃艦なんかをここに投げたところであんまりですね美味しくないわけですよね。これ投げたところであんまり美味しくないと、そうなってくると、まあ、攻め手を変えちゃうのでイエティというふうには私はいつも、考えて使っています。ただまあですね、この戦術っていうのも使ったことがある人は、まあ、かなり、その強さ分かっていると思うんですが、もうゴリ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 いくんですよね。イエティの体力の高さと、ダメージの多さで、さらには、ね、このミニエティが周辺の防衛施設をこうどん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 こう、ね、壊していってくれちゃいますんで、破壊力抜群です。なので決してですね、この戦術って軽んじてはいけなくって、
あのなんだ優先順位が低いなっていうのはちょっとあの失礼な言い方なのかもしれないですけども、ただ私が、まあ、私がこの優先順位で使う理由っていうのはこういうところですね。イエティが今こことここにこう分かれちゃってますよね。こっからこういう風にこれが分かんないんですよね。アンノウンなんですよ。なので、どこにイエティが特に終盤ね流れていくか、想像がつきにくいのでちょっとねその不確定要素が私嫌いで、イエティの戦術っていうのはあの今のドラゴンとかディガーに比べると、まあ、少しこう優先度を落として使っています。まあ、ただですねやっぱり本当にこの中心部にしっかりとイエティをこう入れて暴れさせるっていう形ですね。あのここにイエティを入れていってイエティ入れていってここで暴れさせるっていうことができさえすれば、まあ、かなりの村をねこれで全開取っていくことができるので、まあ、このやっぱり3つの戦術、まあ、私の順番はそうですけども、あの皆さんなりのねその使いやすい順番で使ってもらいながらどれもまあ多少使えるようにしておくっていうことができると、どんな相手にでもですねあの何かしらの攻め方で、全開まで目指してこう攻めることができると思いますので、ぜひぜひね、この辺っていうのは練習してもらえたら、今のタウンホール13の環境すごく楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね番外編、一つちょっとご紹介したいというふうに思うんですけども、これですね安雪さんが攻めてくださったこのネクロマンサー使ったアタック、これっていうのもですね、ウィッチっていうのかな、ネクロマンサーを使ったアタックも、やはりですね、使いどころによっては非常に強いと思います。今回の相手で言うと、これが全部、シングルなんですよね。シングルになっていて、で、さらにですね、今回、非常にこの壁の中にこう密集しますよね、この壁の中が。全体がビジーなんですよ。なので、こういう相手に対しては、しっかりとですね、ネクロマンサーを中心部に入れていくと、だいぶですね、いい仕事をしてくれると。序盤、ゴーレムでしっかりターゲットを取ってからネクロをその後ろから出して、スケルトンで援護していくっていう形ですね。まあ、ゴーレムがターゲットを取ってくれている間に、もうスケルトンの生成をしておくっていう、まあそういう順番で考えているんじゃないかなというふうに思います。で、このアタックですね、私はやっぱりその、まだ使い慣れてないいいところもあって、あのさっきの話でいう、まあ、不確定要素、あのどこにどう流れていくかっていう絵がうまく描けないんですね。なんで、まあ、あんまり使ってないんですけども、あの慣れてる方からするとこれかなりやっぱり、使い勝手がいい戦術なのかもしれないですね。あのジョーカーさんってあの YouTuber の、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、あの方がですね、まあ、サービス終了編成っていう言い方で、ご紹介なさってましたが、それぐらいですね、ドバッとこう出していっても全開までいってしまうっていう、そういうその未知数の破壊力を持った戦術っていうか、が、まあ、このネクロマンサー使ったアタックなのかなっていうふうに思います。まあ、編成的にはですね、まあ、ネクロマンサーのボーラーの一部を今回イエティに変えてるっていう感じですね。まあ、イエティが、まあ、中盤から終盤にかけて、ゴーレムと、まあ、ボーラーの、まあ、中間ぐらいの仕事っていうか、両方のような仕事をね、してくれるので、体力があって、ミニイエティで周りの小施設を壊すみたいな。まあ、そういったところを、うまく活用しながら、ネクロマンサのスケルトンによるね、その非ダメージ抑制効果とこう組み合わせて使っていくと。いうことですね。非常に安幸さんこのアタックを上手に使いこなしてらっしゃるなと思って、まあ、今回ですね私すごい勉強になったところが多かったんですけども、まあ、これ使うときに一番気にするのはどこの面から行くかですよね。こっちの面かこっちの面か、どっちの面から行くのっていうところに関して、非常に気にする方多いと思うんですけども、まあ、これ私なりの考察です。こっちから行ってしまうとですね、こっちの面借りてしまうと、シングルインフェルノが3つあるので、このゴーレムがすぐにやられちゃうということ、あとは防衛援軍が出てきちゃうので、序盤で、効果力と対決することになって、ネクロマンサーと、まあ、その、ボーラー、イエティたちがこう軌道に乗る前に焼かれきっちゃう、倒されきっちゃうっていうところがもしかしたらあったのかなと思います。この面からいくと。なんで、この面はダメというふうに考えて、まあ、一方、こっちから行くと、イーグル砲がありますよね。投石機もある。さらに、まあ、防衛がこう、そこにすごい密集しているので、このクエイクのダメージっていうのかな。ここに、このクエイクを打つことによって、全体にダメージを入れることができる。っていうことかな。これがやっぱり一つ大きな、
ポイントだったんじゃないかなっていうふうに思います。さらにシングルインフェルノ3本っていうのはもうネクロマンサーが、最後、勢いに乗ってしまえばそうスケルトンたちのね、突破力によっても惰性でこう潰せてしまうのでそういった意味でもまあそんな怖くないというふうに踏んで、こちらの面を選んだのかなというふうに思いますね。はい、まあそんな形で、このネクロマンサー使ったアタックをする場合にはもう面選びっていうのが非常に重要なので、まあそこをね、まあ安行さんのみぞその理由は知るんですけども、まあ私なりに考えるとまあそんなとこだったかなというふうに思った次第です。はい、というところでですね、どうでしたでしょうか。まあ、よく私が使う戦術3つの、まあ、優先順位も少しこう、絡めながらお話をしていきましたけども、まあ、皆さんのですね、少しでもこう、攻めの参考とかになったら、まあ、嬉しいなと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。